そうですね、まあ、自分はあの攻撃の選手なん で、 でやっぱドリブルだったり、ゴールに向かう姿勢っていうところは自分の長所だと思うので、まあ、一番分かりやすいところはやっぱボールを持った後ドリブルだったりパスだったり、まあ、シュートだったりっていうところをあの注目して見ていただければなと思います。そうですね、やっぱ会場に来てもらわないと、分からないという、分からない雰囲気っていうのがあると思うので、やっぱそれを肌で感じてほしいと思いますし、サポーターが一体感になる瞬間っていうのは、まあ、自分たち選手がプレーしてても分かるので、スタジアムにぜひ足を運んでいただければなと思います。はい。